ームなんですけれども、そちらのゲームのルールを説明していきたいと思います。お、はい、お願いします。じゃあ画面を切り替えまして、よいしょ、デデンデデンデデン、ですね、まずカードの種類として1から100のカードがあります。おで、それとは別にお題のカードもありますよと。お題、お題で、そちらのカードを使ってですね、次がよいしょ、こちらドドン。まず各自1枚ずつランダムに数字のカードをデッキからね引いていきます。1枚1枚。おお、なるほど、うん、で自分の手札になって、そのカードは誰にも他の人は見れません。自分しか見れません。じゃあまあ俺が83引いたとするか。83引いたとしてね、そうそうそう、だとして、うん、次にお題に沿ってですね、自分の数字をよ、お題に沿って相手が持ってる数字を予想して小さい数字から順に出していこうと。ああ、なるほど、はい、うん、なるほど。シノが引いて犬ぐらい、レムが引いてライオンぐらいって言ったら俺がゾウぐらいだなって言って出す。そう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 、うん、例えばお題とかもいろいろ用意してるんやけど、生物の大きさってなったらそれこそ小さい数字、例えば20ぐらいとかやったら、あ、ちょ、自分の数字犬ぐらいかなみたいな。で5、60、ライオンかな、もう90、100ですわみたいな、ゾウとか、はいはいはい、怪獣とか、それ以上言わずに大きさを表す。そうだね、そうそうそう、なるほどね。で、まあ、だからそこで価値観を合わせていくってことだね。そういうこと、うん、でですね、次がこちらです、どんどん、数字が順番に続いていたらクリア、問題ありません。ほい、はいはい、だからちゃんと犬とか言って、じゃあゾウかなって言って、例えば2の数字が出てたりとかしてて、あ、それゾウは2やないやろみたいなやり取りして、しっかり数字がね小さい順に、左から順にね右に並んでいってから問題クリアなし、クリアということで。はい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 、はいはいはい、なるほどね。そして、そう、数字のね順番が前後したならアウトになります。例えば20、83、59とかね、これ順番が、はいはいはい、ちゃんと順になって価値、あの価値観の共有ができていなかったら HP がマイナス1されます。なるほど、なるほど、分かりやすい、はい、うん、次です。はい、最後にで HP は3つまであるんで、3回間違えたら負けですよってことで。なるほど、なるほど、なるほど、ね、最初終わるということですか。これはゼロになったら、解散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 です。重た、引退します。やばいよ、1ヶ月全員ひでも合わせないといけない。これは協力しないとそう、協力しないといけません。はい、という感じなんですけど、皆さんルールの方は理解できましたか。理解しない、無理はしない、挽回できる気がする。なるほどね。え、怖くない人いないの逆に。それでウルミは結構怖いや。あ、怖いか。俺も結構怖いかな。俺も怖いね。それで言うと、俺はあんま怖くないかも。俺の場合、逮捕された後に爆発。おじゃ、もうめちゃくちゃ怖い。怖いじゃん。そのぐらい。なんだその価値観。なんなんやその価値観は。爆発。わからん。いやでもさ、配信者関係ねえじゃねえか爆発は。発送者だって死は一番じゃないんだよ。ああ、死んだと、死んだ後にどういう風に語り継がれるかってのもやっぱなあ、別にやべえよ、それ、それ次第言ってんのちょっともう、ま、魔王、魔王わからん、魔王ワールドすごいな。そのだ逮捕は結構もう、もうああ、まあそうだね、逮捕はまあまあまあ、爆発逮捕アルちゃんのやばいんだなってことはなんとなくわかる。まあまあまあ、うん、ちょっとウルメ出していい。あ、いいよ、ウルメ、ちょっとなんかキーワード、キーワードいうこと言うけどいい。いいよ、うん、あ、どうぞ。だ、人によってはね、あんま怖くないんだろうけど、でもどちらかというと怖い方だと思うんだ。はい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 、はい、掲示板。あー、あー、なるほど。掲示板そのものってこと？掲示板かな、そのけかな、うん、だって。え、なんか掲示板に何かを書かれるとかではなく、掲示板そのもの。掲示板その、まあ、何かを書かれるっていうことも加味した上で掲示板かな。あー、はいはいはい、あー、あー、あー、まあ悪いことばっかしてんもんな。お、な、誰がや。お、誰がや。一番悪いことじゃん。ボイシーのバカ走ってるアルケイなんです。何もしとらんわ。まあとりあえず俺一旦もう置いとくわ。ああ、そうだね。お前やばそうだから。はいはいはい、まあまあ逮捕してバカやつね、それ。逮捕してバカやつ。あ、あの、しのくんはね、結構あの、怖めで、あの、はいはいはい、炎上です。あ、炎上。炎上。え、何で炎上？それによりね。そうだね、お金関係で炎上。ああ、うん、まあまあ、そう、それ、その炎上によって別に怖くないみたいな、そのやめて、みんなの価値観なんとなくそのふわふわそのリスナーさんに伝わる感じやめて。いや、そういうお題じゃん今回だ。まあ、そういう炎上別にあんま怖くねえもんなみたいな。いやいやいや上があるよねっていう話です。お金前もきちんとしないといけないですよね。お金か、結構だな、じゃあ。はいはいはい、むずこれ。それで言うとウルミアはね、炎上は結構怖いもんやと思ってるから、次ぐらいなんかなって思ってる。から、そで、その炎上の次に掲示板ぐらいかなとか思っとったりするんやけど、多分その2つよりはちょろくて、うん、はいはい、じゃあどうしようかな。確定申告。
平均ね、平均ね、生々しいな、生々しいな、生々しいな、お前のやつ税金でしたと。はいはい、あのまあまあめんどくさそうだな。まあそうそう、なるほど、ね、あ怖い、めんどくさいか、確かに確かに。いやだからその怖いかって言われるとうんって感じなんだけど、いやおまだあるもんな、まあ、少なくともあって嬉しいものではないか。まあ確かに、ゲーム中俺もそのぐらいなんだよ。わからんよ。じゃあ何か出して出して出して、カナさんとシャル出して。俺はそうだな、これで言うとな、結構難しいんだけど、うん、ねそうだな、配信切り忘れて裏でバチクソ暴言言ってたのが流れるぐらいかもしれない。めちゃくちゃ怖い、ね、やばい、ね、え、なんなんそれ、それ掲示板より怖くない？え、そうか、怖いかも。え、なんな、お前敵おらんの？何？え、無敵のやつおらん。ただ一回配信切り忘れてママバレてるからね。ママバレてるからな。ママバレるよりはやばいかな。ママにお金借りてて、で催促されて泣いてるぐらいかも。結構いかついけど、結構、え、結構、えでもサルがレムぐらいだったら、少なくとも、うん、シノはアルちゃんの次なんじゃない、うん、そうね、言っとこう。あ、確かに。いや俺ボヤ騒ぎぐらいよ、なんかあ、やべ、本名ちょっと言いかけたぐらい。いや、それ全然怖ないやそれ、言いかけたやろ、だって。あ、言いかけたか。あ、そっか、言ったではないやろ。一文字目言っちゃったぐらい。あの、あ、言ってないわけじゃない、一文字目言っちゃったぐらい。確定申告と同じだ。それは確定申告よりやばいと思うけど、確定申告はめんどいだけであって怖いものではないよ。じゃあレムチの次かかる税金が怖いなぐらいで。だから、まあ、とりあえずシノ君は次は行きますか。うん、そうね、奥だけね、奥だけ、で、裏にやっぱ要だよな。そうなんよ、そうだね。でもなんか俺それ結構怖いもんやと思っとるんやけど、なんかこいつの感じあんま怖くなさそうで考えた。そうだね、だからあんまり炎上系が俺には通じないかもしんないので。通じないかもしんないな。なんで無敵やねん。ないので配信者、あ、じゃあ、うん、初配信前に、うん、なんかマイク、あ、違う、めちゃくちゃ大切な配信の前に、うん、マイクが壊れて何も声入らんくなるぐらい。それも怖い、結構だいぶよ、それ結構怖い、だいぶよ、もうそれはだいぶ。じゃあ、俺行っていい？いいよ、じゃあ行っていいよ、じゃあ行くわ、じゃあ行くわ。で、これ掲示板ミスったか。まあ行くか、掲示板でしょ、はい、で、俺かな、シャル、だいぶ、うん、だいぶ怖いものだらけだ。ほんと、まあ、怖、これやだ。確定申告一番下ま。じゃあまあ、じゃあまあ一旦右からオープンしてもいいよ。上から行こうか、上から、じゃあ俺上からな、行くぞ、じゃあまず、はい、爆破ね、逮捕で爆発。うわぁ、あったそれはどうだ、大炎上、大炎上、大炎上、次がリアル炎上。お金炎上ね、はい、お金炎上。おぉ、はい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 、ちょっと俺怖い、あー、うん、はいはいはい、はい、で、いい、俺が、うん、配信直前、大切な配信前にマイクぶっ壊れ、うん、はいはい、結構危ないやつね、はい、おー、はい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 、で、ルミアが、まあ、掲示板と、はいはい、はい、あーあーうわっ、お前炎上恐れすぎた。はい、まあ、で、一旦次、マイクはもっと怖いやろ。次俺があれよ、はい、名前言いかけちゃった、はい、はいはい、がこれ、えぇ、ー、はぁ、嘘、引く、引く、はぁ、え、レムの確定申告はこれ、あー、バラバラバラ、名前言いかけた、引くすぎんか、引くすぎる、それは引く、いや、でも言いかけだよ。でもだって一文字言ってるって言ったよ、一文字出てるでしょ。そうだよ、お前の名前がねとかだったら終了してるぞ、それお前。じゃあでも、ね、じゃあでもそれで言ったらさ、もうちょい、はいはいはい、カナさんの結構いかついと思うけどな。いや、ここはちょっと結構難しかった。俺とウルミアのところはマジの価値観統一だった。いやでもじゃあマイクはやばいって。それ俺マイク、いや、マイクはやばか、やばいよ。ウルミアね、でもそれで言うとね、でも友達のところとか行けばなんとかなったりするじゃん。あ、そういうことか、まあまあね。そっちで考えたんか。対応策があったんか。そうそう。いやだってもう一回あったしね。はいはい、そのシャルロコの白組の配信で話したけど。最初の時やばかったけど、なんとかなったから、うん、はいはいはい、じゃあまあ、はいはい、我々、あ、ありがとうございます、もうマイナス1されてますね、はい、はい、バカだと書いてるやついいんだけど、なんだお前これ、結構惜しいところまでは行った、そうね、裏返しにもかかわらず惜しいところまでは行きました、なんかね、はい、惜しいよな、うん、惜しかったね、いや裏返しむずいな、
じゃあ次のお題です。次のお題いきますか。はい、オッケーオッケー。じゃあこのお題、はい、ちょっと分かりづらそうだったので、はい、はい、いきます。活動者に大事なもの、めちゃくちゃいいじゃん。うわ言い方ゴミ大事、これ大事ですよ。ゴミこれ、はいはい、活動者にとってゴミと、ゴミもありますよと。はいはいはい、はい、じゃあちょっと、はい、どうしますね。え、これは何か大事な人聞いてほしいな。うん、そうだね、大事な人聞いてほしいな。お前も何笑ってんの、お前もやりづらいって。ウルミア、ウルミアロは、これですね、皆さん。もうやりづらいよ。やりづらい。ですね、ウルミア、これもう早速言っていいですか。あ、はい、じゃあ5分までなんで、ちょっと素早く、はいはい、ウルミアにとってね、これはね、これはね、本当にね、なんだろうな、大事なことあるって笑っとる、笑っとるんけど、ね、ゴミなんですよ。ゴミなんですか。ゴミなもの、ウルミアにとってゴミなものか、なんだろうな。あ、何、ね、何、あ、そうですね、何ですか。 あれかな、リスナーさん同士の喧嘩とか。もう、あー、まあ、なるほどね。もう全然ベクトルもあるのか。もうマジでいらん。あー、はい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 、はい、いらんな、いらん。じゃあ一番最初、まあ、ぽいのか。でもちょっと俺もだいぶなんだよな。俺もだいぶ、俺もゴミ寄りなんだよな。俺それで言うと、え、なんだろう、なんかめっちゃ押してたのに2年後気づいたらクソアンチになってた人みたいな感じやな。悲しい、悲しい、なんかそれ悲しい話なんよな。判定しにくいよな、それ。悲しい話なんよな。いや、それで言ったら俺喧嘩の方がいらないと思うわ。うん、俺も喧嘩の方がいらない。じゃあ、ね、じゃあ多分ウルミアかも。ウルミア行く、うんうんうん、次俺だと思う、まあ、多分。それで言うと別にそのアンチさんは見てくれてるからね。うん、そうね。あ、じゃあちょっと違うわ。じゃあちょっと違うわ。俺は。じゃあ、いやでもいいよ。ウルミアが多分一番ゴミなのは確か。ゴミ。ゴミな。ゴミ、ゴミから。ゴミ行きまーす。お願いします。これ裏のまま？まあ裏のままで。裏のままでいいんじゃないですか。で、かなちゃんこ？俺かな。俺も結構やばいんだよね。俺まあ本当に多分。まあ、それで言うと、うん、本当にマジで、まあまあなんだろう、あの見ないでアンチする人ぐらいかな。じゃあ、ああ、じゃあまあまあまあ、見ないでアンチはもう本当に本当に怖い人やん。でもそんなじゃないか、本物なんよ。見ないでアンチどうやってやるのよ、それでも。感覚でね。うん、俺はあれかな、もう使わなくなったマイクプリぐらいいらないかな。あえ、でも、割といらないんだよな、いらない方ではある。もう使う、マイクプリ分かりにくい。マイクプリ分かりづらい。もう使えないマイクプリ。もう使えない、壊れた機材なの、それとも使えるけどこ、あの使ってないだけなの、なんか、あ、じゃあ分かった、右耳だけ聞こえないヘッドホンみたいな。いや、まあ、いや結構ゴミ、でも高いヘッドホンかどうかにもよるよ。そう、まあ、高かったヘッドホン、まあ、2万円くらいのヘッドホンだったんだけど右耳だけ聞こえないよねっていう。あ、まだメルカリで売れるな。なるほどね、メルカリでちょっとあの壊れてるけど、うん、あの修理して使ってくださいぐらいで売れるんですかね。ジャンク品や、はい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 、伝わるか。そこまでではないけど、でもは、むず、賞味期限切れた食料ぐらいかな。あ、待って、結構いらないな。賞味期限か。いやでも食べれるよ。食えんのか。食べれるわ。食えはする。え、ちょっと行っていい、これ時間やばいから行きますね。いいよ、いいよ。あ、いいよ。行ってきな。はい、え、で、多分次だと思うんだ。そうね、まあ、食料の方が大事ではある。そう。ヘッドホン食えるな。俺そんな大事じゃないんだよな。いや、結構ね、アッパーが低い可能性もあるよ。アッパー低い、アッパー低いなら、そうね、次俺行くわ。さっき何だったの、何だったの。俺はね、なんか最高の機材での環境みたいな。それなくてもできるよみたいな。でもあったらいいなぐらい。いやでも結構、うん、最高の機材クソ大事じゃない？クソ大事じゃない、まあ 大事だけど、なんか最低限みんな思う気持ちの方が大事だから。はいはいはい。あ、そうそうそう。あるちゃん大丈夫？ね、まあ、まあ結構じゃあ、まあ、グッズって俺大事だと思うんだよね。あ、はいはいはい、大事、はいはいはい、それこそ俺らのグッズもそうなんだけど、だからでもグッズだとでかすぎちゃうから、あー、でもなんかこれ言うとさ、お前これぐらいなんだとか思われそうだからさ、嫌なんだけど、まあ、今回話の流れで言うと、なんかファンの人たちがグッズを買ってくれた報告みたいな。あー、大事じゃない？すごい大事じゃん、ありがたい報告大事じゃん。
ほうれん草大切だよ。じゃあもうちょっとしたかもしれない。こういう話題の時ってさ、なんか大事なものはリスナーさんだよみたいなさ、熱い話を聞けると思ったらさ、大事がないよ。絶対効果を達成するんだと思うわ。俺も言いたかった。これは圧倒的です。リスナーさんですとか言いたかった。言いたいよ。一番大事なやつ。厳しいから。ねえ。大ゴミが来よった。いやでもな。いやでも時間的に行こう。行こうか。苦しくないの。行こうぜ。機材、次、グッズ報告。いや下からの方が多分。そうね。ゴミから行く。じゃあゴミから行きましょう。じゃあゴミから行きましょうか。はい。なんて言ったっけ。フルミヤ、喧嘩？いや喧嘩、リスナーさん同士の喧嘩ね、そうすごい悲しい、誰も得しない悲しいやつ、はいはいはい、降りるとかにもつながるからね、行きましょう、はい、どうぞ、おお、ちゃんとやね、ちゃんと、ありがとうございます、いらねいらね、じゃあ次僕行きます、見ないでアンチするやつ、わあ、消えろ、いいね、すごいな、いいねいいね並びだね、あぶね。そうだね。壊れたイヤホン。右耳だけ壊れたヘッドホン。壊れたヘッドホンね。おお。はい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 。タイムが賞味期限の切れた食料。はい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 。おお。すげえ。来た。熱い。で俺が結構高い機材。はい。おお。いいんじゃない？でまあリスナーさんからいただいた、まあ長文だけど買ったよっていう、まあ最大の嬉しいメッセージがこちら。素晴らしい、素晴らしい、最高。いや、この場最強かもしんね。結構今回ハードだったぞ。いや、マジで大変。これほんまにむずいねん。これほんまに。こうやな。めちゃめちゃむずいよ。よかったね。来ました。すごいな。我々はしっかり価値観を共有できたということで。よっしゃ。ということで。やった。普段戦ってるけど、こういう大事な時はみんなで一個一つにね、なれるということが分かったということで、うん、でうまい、うまいよ、はい、じゃあちょっと画面も戻しまして、よいしょ、はいはい、はい、じゃあこっちですよな、はい、第4回ファンミいかがでしたか、はい、いや、くそ面白かったな。いや、マジ、あのね、そもそもゲームが面白すぎた。盛り上がりますわ。マジで、あとでもう一回やろうぜ。マジでごめん。裏でやるか。やろうぜ。やんのこれ。楽しかったな。いや、でも公約も大変ですよ。マジでね。そう、マジで。イカれてるね。イカれてる。自分で読んでて、自分でさ、あの話してても、ちょっとイカれてんなと思って。いや、これがね、あの、我々クロノバの気持ちというか、気持ち一つにね、意気込みなんで、まあ、いけんじゃないですか、あんだけしっかりみんなで協力できて、ゲームを、確かに、バッチシクリアできてますから、これからも一緒に頑張っていこうね。棒読みちゃん違うよ、違うかね。じゃあ、頑張っていきましょう。ではでは、お疲れ様でした、おつのば、おつのば、バイバイ、おやすみ、バイバイ、またね。